君のような無能な社員は必要ない。明日付で君は解雇だ。部長の冷たい一言が会議室に響き渡る。真面目にセキュリティ業務に取り組んできた俺。深夜までかけて脆弱性を見つけ、休日返上で対策を練り、会社の重要な情報を必死で守ってきた。それなのに、すべてが崩れたのは一つの商談がきっかけだった。専門知識もないまま商談に同席した部長の娘。彼女の説明では契約が危ぶまれ、俺が必死でフォローに入った。取引先も、安倍さんなら信頼できますと言ってくれたのに。次の日、彼女は父親の前で涙を流しながら告げ口した。私が一生懸命説明していたのに、安倍さんが強引に横取りして、私を見下すような目で。完璧な被害者演技で、6年間積み上げてきたキャリアが音を立てて崩れ去った。父親の前での演技を終えた彼女は、勝ち誇ったような冷たい笑みを浮かべていた。理不尽な現実に、机の上で握りしめた拳が震えていた。だが、この解雇が俺の人生を大きく変えることになる。取引先の美人令嬢からの突然の誘いがあったのだ。給料5倍で、うちに来ない？突然のオファーに、俺は言葉を失った。そして、彼女のこの提案が、多くの人間と会社の運命を左右することになるなんて、この時の俺は知る由もなかった。俺の名前は、安倍光一、28歳、中堅の製造業メーカー。笠原工業のセキュリティ部門で働いている。今日も、朝一で会社のセキュリティシステムのメンテナンスに没頭していた。ここにも脆弱性があるな。パソコンの画面を見つめながら、思わず独り言が漏れる。俺にとって、会社のセキュリティを守ることは、単なる仕事以上の意味を持っている。セキュリティの穴を見つけ、それを塞いでいく。それは地道な作業かもしれないが、会社の大切な情報資産を守る重要な仕事だ。実は俺、この会社で唯一のセキュリティの専門家なのである。他の IT 部門のメンバーは、プログラミングやシステム運用が得意だが、セキュリティとなると俺に頼ってくれる。特に最近はサイバー攻撃が高度化していて、油断できない状況が続いている。安倍さん、またこんな早くから働いているんですか？声をかけてきたのは、同じ IT 部門の加藤くん。彼は、俺の仕事ぶりを理解してくれている、数少ない一人だ。ああ、昨日見つけた脆弱性の対策をしてたんだ。そんなものがあったんですか？さすが安倍さんです。僕たちでは気づけないようなところまでチェックできるなんて。僕、隣で見ていていいですか？もちろんだよ。確かに、セキュリティの分野では、人並み以上の腕を持っている自信はある。でも、それは決して、天性の才能というわけじゃない。むしろ、過去の経験が、今の仕事に生きているんだ。俺の実家は、町の外れの自転車屋で、小さい頃から店を手伝っていた。修理の依頼を受けると、まず自転車全体をチェックして、問題のある箇所を見つけ出す。そして、その部分を丁寧に直していく。特に忘れられないのは、近所の小学生の女の子が持ってきた壊れた自転車だ。彼女は毎日、その自転車で病院に入院している祖母の見舞いに行っていた。部品代も工賃も払えないという彼女に、俺は修理の勉強をさせてもらう代わりに、今回は無料で直すよ、と声をかけた。夜遅くまで頑張って直した自転車を受け取った時の、彼女の満面の笑顔は、今でも忘れられない。その後も彼女は毎日、祖母の見舞いに行けたという。小さな修理だけど、誰かの人生に寄り添えた。そんな経験が、俺の誇りだった。大学に行くお金はなかったけど、図書館で必死に IT 関連の本を読み漁った。昼は、自転車屋。夜は独学でプログラミングを学ぶ。そんな生活を何年も続けて、やっと資格を取得して、IT 企業に入社できた。今思えば、自転車屋での経験が、セキュリティの仕事に生きている。システムの中の弱い部分を見つけ、それを補強していく。でも何より、自転車の修理を通じて学んだ、誰かの役に立ちたいという気持ちが、今の仕事の原動力になっているんだ。お金はなかったけど、人の役に立てる喜びを教えてくれた自転車屋での日々。それが今、
企業のセキュリティを守り、多くの人々の大切な情報を守ることにつながっている。基本は同じなんだ。人の役に立ちたいというその思いは。そんな思い出に浸っている時、加藤くんが声をかけてきた。ところで安倍さん、聞きました？矢沢部長の娘さんがうちの部署に移動してくるらしいですよ。え、矢沢部長の娘さんって矢沢くるみさんのこと？矢沢くるみさんといえば営業部門で働いている社員で、同じく営業部の部長である矢沢部長の娘だ。矢沢部長は娘を溺愛しているともっぱらの噂なのに、なぜ突然 IT 部門へ？その疑問はすぐに現実となって目の前に現れた。よろしくお願いします。朝のミーティングで矢沢さんが挨拶する。華やかな雰囲気を漂わせながら、しかしなんとなく退屈そうな表情を浮かべていた。阿部君、娘の教育を任せたい。ミーティング後、矢沢部長直々に呼び出された。部署は異なるが、部長という意味では誰もが上司だ。はい、わかりました。引き受けはしたものの、正直厄介な仕事になりそうな予感がした。そして案の定、その予感は的中する。まず、くるみさんは仕事に対してやる気がない。基本的なプログラミングの説明をしても、スマートフォンを触っていたり、ため息をついたり。矢沢さん、ここ重要な部分なので、しっかり聞いていただけますか？はいはい。でもこの IT 関係の仕事って、ただの裏方じゃないですか。私は営業職で輝いていたのに、こんなパソコンの前でコツコツする仕事なんて退屈で、私には向いてないと思うんですよね。俺は思わず深いため息をついてしまった。セキュリティが会社の基盤を支える重要な仕事だということがなぜわからないのだろう。今時の企業で IT を軽視する発言をする社員がいるなんて。そんな調子が一週間も続いた頃、矢沢部長から新たな指示が下った。来週、ネットシステム株式会社との商談がある。娘の営業力が活かせる場だ。一緒に行ってくれ。俺は耳を疑った。商談。まだ IT 関係の仕事を何もこなせていない彼女が？研修も終えていないのに、商談で何を話せると言うんだ。え、でも部長、まだ基本的な。何を言っている。娘は営業のエースだったんだぞ。お客様の心をつかむのは営業力が大事なんだ。IT の知識なんてお前がフォローすれば済む話じゃないか。それに、向こうの担当者が若い女性らしい。同年代の女性同士なら話も弾むだろう。技術的な話はお前に任せるから、娘の営業力で契約を取ってこい。いいな。部長の声には反論を許さない強さがあった。まるで娘の営業力さえあれば専門知識など二の次だと言わんばかりの物言いに、俺は言葉を失った。矢沢部長といえば営業成績は会社トップクラスだが、その手腕は強引さで社内でも有名だった。部下の意見は一切聞かず、自分の考えを押し通すことで知られている。反論しようものなら左遷や降格も辞さない男だ。実際彼の意見に逆らった優秀な社員が突然地方の営業所に飛ばされたという噂も一度や二度じゃない。そんな部長の命令には誰も逆らえない。まして可愛い一人娘のことならなおさらだ。そうして迎えた商談の日、ネットシステム株式会社のエントランスに入った時、矢沢さんは少し緊張した様子を見せていた。それもそうだろう。基礎も理解していないのにいきなり商談だ。俺も正直不安しかない。前日も遅くまで残って商談に必要な基礎知識だけでも教えようとしたんだ。資料を噛み砕いて説明し、想定される質問への回答も一緒に確認した。彼女は興味なさそうな態度だったけど、せめてこれだけは覚えておいてほしいと必死に伝えた。それでもこの状況では焼け石に水かもしれない。お待ちしておりました。営業部の上村のぞみと申します。現れたのは凛とした雰囲気をまとった若い女性の商談相手。噂には聞いていたが、確かに美人だ。ただその佇まいには鋭い知性が宿っていて、甘く見られない相手だということが一目で分かった。
担当の矢沢です。同行の阿部です。よろしくお願いいたします。早速ですが、御社の提案をお聞かせいただけますでしょうか。上村さんの視線が矢沢さんに向けられる。矢沢さんは自信満々に微笑んで資料を開いた。御社の業務効率を大幅に改善できる素晴らしいシステムをご提案させていただきます。これまでの営業経験から申し上げますと、多くのお客様にご満足いただけている商品です。スラスラと営業トークは出てくる。でも、上村さんの鋭い視線に気づいたのか、矢沢さんの声が少し震え始めた。具体的には、このシステムは、効率的に。なるほど。では、具体的な数値をお聞かせいただけますか？例えば、既存のシステムと比較した場合の、処理速度の向上率は？それと、最も気になるセキュリティ対策については、どのような方式を採用されているのでしょうか？次々と専門的な質問を投げかけられ、矢沢さんは完全にフリーズしてしまった。営業トークだけでは太刀打ちできない現実を痛感させられる場面だった。このままでは商談が破綻する。それどころか、会社の信用問題にも関わる。失礼します。俺は矢沢さんの隣から手を伸ばし、資料をめくった。ただいまのご質問について、補足説明させていただきます。俺は必死だった。この商談が失敗したら、教育係である俺の責任でもあるからだ。まず、セキュリティ面についてですが、3層構造の防御システムを採用しています。外部からの不正アクセスに対して、最前線では AI を活用した次世代ファイアウォールによる防御。第2層では、振る舞い検知による不正アクセスの早期発見。そして、第3層では、暗号化による重要データの保護を実現しています。特に、昨今問題となっているランサムウェア対策として、24時間365日のリアルタイムモニタリングと、説明を進めていくうちに、厳しかった上村さんの表情が変わっていくのが分かった。なるほど。具体的で説得力がありますね。さらに、こちらのデータをご覧ください。同規模の企業様での導入実績と、その後のコスト削減効果です。わかりました。担当が安倍さんならば契約させていただきます。その言葉に矢沢さんは目を見開いた。ええ？でも担当者は私ですが。申し訳ありませんが、先ほどの説明では、御社のシステムを導入する判断材料として不十分でした。ですが、安倍さんの説明は具体的で、かつ当社の課題に対する解決策も明確でした。矢沢さんとのお取引では不安を感じますので、ご理解ください。その言葉が会議室に響いた後、重苦しい空気が流れる。矢沢さんの手が小刻みに震えているのが見えた。商談の間、ずっと下を向いたままだった彼女は、上村さんに最後の挨拶もできず、そそくさと席を立った。エレベーターの中も、ビルを出てからも、彼女は一言も話さなかった。横顔には屈辱と怒りが混ざったような表情が浮かんでいる。説明を横取りされた悔しさか、それとも自分の無力さへの怒りか、秋の夕暮れが二人の長い影を道に落としながら、重い沈黙が続いた。俺は気まずさを感じながらも、とりあえずいい報告ができることに安堵していた。しかし、その安堵感は長く続かなかった。翌日、部長室に呼び出された時、俺は目の前の光景を疑った。俺の席の前で、矢沢さんが泣いているのだ。そして、隣には矢沢部長もいる。阿部、お前なんてことをしてくれたんだ。矢沢部長の声には、怒りが滲んでいた。私が一生懸命説明していたのに、阿部さんが強引に横取りして。矢沢さんは肩を震わせ、目に涙を浮かべながら訴えかけた。でも、その瞳の奥には、どこか計算するような冷たい光が隠れているような。それに、まるで私を無能扱いするように、プレゼンの最中からずっと見下すような目で。声を震わせる演技が少し大げさすぎる。まるで事前に練習したかのような不自然さがあった。それでも、彼女は涙をハンカチで抑えながら、時折ちらりと父親の反応を確認している。え？お前、後輩の成長の機会を奪っておいて、何がええだ。部長の声が響く。その瞬間、矢沢さんの口元に、
一瞬だけ勝ち誇ったような笑みが浮かんだ気がした。もしかして、俺が矢沢さんの仕事を横から奪ったと誤解されているんじゃ。そのことに気づき、慌てて弁解した。いえ、違います。矢沢さんの説明では商談が。黙れ！必死に説明しようとする俺の声を遮る部長。その横で、矢沢さんは父の後ろに隠れるようにして立ち、完璧な被害者のような表情を作っていた。涙で潤んだ瞳は、明らかに作られた演技だというのに。部長の声が俺の言葉を遮る。わざわざ私が頼んで教育係を任せたのに、こんな形で裏切るとは。部長の目が釣り上がっていく。その横で、矢沢さんがすすり泣きを演じている。私、安倍さんを信頼していたのに、こんな形で足を引っ張られるなんて、もう二度と仕事なんてしたくありません。部長の声がさらに強くなる。お前のせいで、娘の夢も希望も許さんぞ。誤解です。先方の上村さんに確認していただければ。確認だと？娘からすでに事情は聞いている。お前が横から出しゃばって娘の仕事を奪ったんだろう。違います。もういい。部長は机を叩いた。君のような性格の歪んだ社員は必要ない。明日付けで君は解雇だ。その言葉に頭の中が真っ白になった。呆然とする俺。こんな理不尽な状況が現実なのか確かめるように、もう一度彼女の方を見た。すると、部長の背後で矢沢さんは腕を組み、満足げに口元を歪めていた。先ほどまでの涙は嘘だったかのように、瞳は乾ききっている。そこにあるのは、計画通りにことを運べた勝利者の冷酷な微笑みが浮かんでいた。明日までに引き継ぎの資料をまとめて提出しろ。以上だ。部長の冷たい声が俺の退職を決定的なものにした。オフィスに戻り、自分の席に座った俺は呆然としていた。なぜこんなことに。周りの社員たちは俺を見ないようにしている。パソコンの画面にはさっき作りかけていたセキュリティ対策の資料が表示されていた。今までどれだけ会社のために尽くしてきたか、どれだけ真摯に仕事と向き合ってきたか。でもそれはすべて水の泡になった。部長の娘の一言で、俺のキャリアは終わりを告げようとしている。大丈夫ですか？加藤君が心配そうに声をかけてきた。ああ、まあ、なんとか。矢沢さんの言ってることは嘘だってみんなわかってます。でも、彼は申し訳なさそうに言葉を濁した。部長の娘が嘘をついているなんて、誰も言い出せないだろう。その日の夕方、最後の仕事として引き継ぎ資料を作成していると、スマートフォンが震えた。見知らぬ番号からのメールだった。お待たせしました。約束の喫茶店で待っていると、上村さんが颯爽と現れた。スーツ姿が凛々しい。いいえ、こちらこそ、突然のお願いに。矢沢さんから聞きました。解雇になったと。ストレートな物言いに、思わず苦笑いが漏れる。はい。まあ、そういうことになりました。その後強引に、矢沢さんを担当に変更すると言われ、明らかに変だと思ったんです。よろしければ、経緯を聞かせていただけませんか？正直、彼女の主張を鵜呑みにして取引をしたくないんです。それはそうだろうと思い、俺は全てを話した。やっぱりそうでしたか。上村さんは腕を組んで、考え込む素振りを見せた。実は、矢沢さんから連絡があったんです。安倍には騙されていました。あの商談での私の失敗は、全部安倍が仕組んだことなんです。最初から私を無能に見せかけて、自分が横取りするためにって。はあ。でも、私にはすぐにわかりました。あの場での専門的な説明は、準備なしにできるものじゃありませんから。上村さんはコーヒーカップに口をつける。一つ一つの所作が美しい。ゆっくりとカップを戻す様子をぼーっと見ていると、彼女は言った。それで提案があるんです。提案ですか？ええ、うちで働きませんか？今の給料の5倍出します。え？思わず大きな声が出てしまった。周りの客が振り向く。そんなに驚きます？いや、でも、そんな破格の。あなたの実力からすれば、むしろ安いくらいです。上村さんの真剣な眼差しに
言葉を失う。実は私、あなたに会うの今回の商談が初めてじゃないんです。上村さんは少し照れくさそうに微笑んだ。15年前、毎日のように安倍自転車商会に通っていたんです。祖母の介護で病院に通わなければならなくて、でも自転車が壊れてお金がなくて、他の自転車屋さんからはみんなそっぽを向かれて。まさか、あの上村さん。覚えていてくださったんですね。あの時安倍さんは、こんな時に誰も助けてくれないなんておかしいよって、毎日遅くまで修理してくださって、お金のことは後でいいからって。上村さんの瞳が潤む。あの頃、私たち本当に貧しくて、父は小さな町工場を始めたばかりで、でも、安倍さんの優しさのおかげで、祖母の看病を続けられて、祖母も元気になって、父の会社も少しずつ大きくなって。ということは、この会社の。はい。父が小さな町工場から始めたネットシステムが、ここまで大きくなりました。私の父が社長なんです。俺は言葉を失った。あの必死に働いていた少女が、今や大企業の令嬢に。安倍さんから教わったんです。人は助け合って生きていくものだって。お金がないからって、切り捨てちゃいけないって。父も同じこと言うんです。会社が大きくなったのは、人との縁を大切にしてきたからって。上村さんは真剣な表情で続けた。だから、今度は私たちが安倍さんを助ける番です。うちの会社、最近セキュリティの問題で苦戦していて、でも、あの商談での提案を見て確信したんです。あなたなら、必ずうちを立て直せる。15年前、あなたが教えてくれた助け合いの心を、今度は私たちが実践する番なんです。その言葉に胸が熱くなった。この会社なら、俺の経験を存分に活かせる。セキュリティの仕事に真摯に向き合える環境がある。そして、何より、自分を理解してくれる人がいる。わかりました。お願いします。ぜひ働かせてください。上村さんの顔が明るく輝いた。ありがとうございます。では早速。それから数ヶ月、新しい会社での仕事は想像以上にやりがいがあった。安倍さん、あなたの提案した新セキュリティシステム、役員会で全会一致で可決されましたよ。さすがです。上村さんが嬉しそうに報告してくれる。前の会社では却下されていた提案が、ここでは次々と採用された。セキュリティ対策への姿勢がまるで違う。最新の AI を活用したセキュリティシステムの導入も、24時間体制の監視チームの編成も、すぐに予算が通った。前の会社では、コストがかかりすぎると一蹴されていた提案だ。ここでは、社員と顧客の大切な情報を守るという考えが徹底されていて、セキュリティは投資であって、無駄な出費ではないという認識が、経営陣全体に浸透している。ありがとうございます。これでより安全なシステム構築ができますね。ええ、それに、大手企業からの引き合いも増えてきているんです。確かに、ここ最近は新規契約の話が途切れない。安全が確保されている会社は、それだけで価値があるのだ。このまま行けば、ここ数年の低迷期を脱して、ようやく黒字転換できそうです。上村さんはほっとしたような、誇らしいような表情で資料を広げる。確かに、数字は右肩上がりだ。昨年までは社内でリストラまで囁かれていた会社が、ここまで復活できるとは。セキュリティ問題で、大手企業との取引が次々と打ち切られ、社員の士気も下がっていた、暗い時期を思えば。まるで嘘のような変わりように、上村さんの目には少し涙が光っていた。まさか、ここまで変われるとは思っていませんでした。私も驚きです。でも、これも、すべて安倍さんのおかげです。上村さんの言葉に、少し照れくさくなる。彼女の優しい笑顔は、確実に俺の心に温かい波紋を広げていた。ところで、これなんですけど。上村さんが持ってきたタブレットのグラフを見て、思わず眉を潜めてしまった。安倍さんが以前勤めていた会社の、業績推移です。画面に映し出された折れ線グラフは、ここ数ヶ月で急激な下降カーブを描いていた。俺が辞めてからの期間とぴったり重なっている。
ずさんな管理体制が原因みたいで、他社も次々と契約を打ち切っているそうです。もちろんうちも。上村さんが心配そうな表情で続けた。俺が取った契約も、その後の矢沢さんに担当変更され、取引をやめたそうだ。あなたがいなくなった穴が、思った以上に大きかったのかもしれません。そうですか。正直なところ、複雑な気持ちだった。確かに、理不尽な形での退職を強いられた。でも、今はこうして大手企業で、しかも、以前の何倍もの給料で働かせてもらっている。憎む気持ちは薄れていた。むしろ、同情さえ覚える。そんなある日の午後、また新たな商談の準備に追われていた。この四半期は特に忙しい。大手企業がうちのセキュリティシステムに関心を示し始め、依頼が途切れないのだ。技術的な提案は得意だが、最近増えてきた取引先との打ち合わせや懇親会は、正直まだ慣れない。実家の自転車屋で育った俺には、高級ホテルでのパーティーや、重役たちとの会食なんて別世界の話だった。スーツに袖を通すたび、どこか場違いな気分が拭えない。上村さんは営業部長として、そして社長令嬢として、そういった場で華やかに振る舞う。重役たちと軽やかに会話を交わす姿は、まるで生まれながらにその世界の人だ。技術的な話になると、それはぜひ、当社のセキュリティ責任者である安倍からご説明させていただきます、と、さりげなく俺にバトンを渡してくれる。でも、その後の社交界の話題になると、また俺は部外者のような気分になってしまう。今夜も、大手ホテルで業界パーティーに参加している。安倍さん、このワイン、とてもいい香り。上村さんが差し出したグラスを受け取りながら、俺は周囲の視線を感じていた。おや、のぞみ。聞き覚えのある声に振り向くと、そこには某中堅企業の御曹司、青木慎吾が立っていた。メディアにも出ているほどの有名人であるにもかかわらず、以前から上村さんに執着していることは、業界内で有名な話だ。相変わらず美しいね。こんな高級なパーティーで一人なんて、もったいないじゃないか。青木さん、うちの社員の阿部と一緒です。上村さんの声が一瞬冷たくなる。青木は彼女の名を呼び捨てにしているが、対する上村さんは、依然として名字で呼ぶ。その冷たい対応にも、青木は気にした様子はない。ああ、彼。青木は俺を上から下まで、寝踏みするような目で見る。知っていますよ。彼のことは少々調べさせていただきました。まあ、セキュリティには少し詳しいみたいですけど、潰れかけの自転車屋の息子さんでしょ？こんな場所には場違いじゃありませんか？その言葉に、パーティー会場の温度が一瞬下がったように感じた。というより、上村さんの周囲の温度が急激に下がったのだ。安倍さんは、当社の大切な社員です。ええ、社員ね。毅然とした態度で返す上村さんに、青木さんは意地の悪い笑みを浮かべた。君さ、なんでここにいるわけ？ここは社交界なんだよ。彼女にとっては顔や会社を売る場所。そんなところに君みたいな貧相な人間がいると迷惑になるってわからないかな。青木さん、なんでそんなひどいことを。のぞみさんのためだよ。彼がいるだけで君のデメリットになる。あまりにも失礼だが、確かに俺は一階の社員に過ぎない。それに、彼女のように大きな家でもない。青木さんの言うことは事実だ。失礼します。軽く会釈して、その場を立ち去ろうとした時だった。待って。上村さんが俺の袖を掴んだ。その手が少し震えている。安倍さんは、私の大切な。その言葉の続きを聞くべきかためらった。俺たちの間にある身分の壁。それは、否定しようのない現実として存在している。どんなに実績を上げても、どんなに信頼されても、所詮は雇われの身。そんな俺が、この華やかな世界に望みを持つことは、上村さんの手を優しく解きながら、申し訳なさそうに微笑んだ。お手洗いに行ってきます。その言い訳めいた言葉を残して、俺は人混みの中に紛れ込んだ。背中には上村さんの視線が突き刺さっているのを感じながら、たとえどんなに望んでも、越えられない壁があることを、
痛いほど実感させられた夜だった。そんなことがあり、俺と上村さんの間に若干気まずい空気が数日流れた。しかし、突然の出来事にそれどころではなくなる。ある日の午後、うちの応接室で思いがけない来客を迎えることになった。本当に申し訳ありませんでした。深々と頭を下げる矢沢くるみさん。その姿に、俺は戸惑いを隠せなかった。前の会社で、俺を首に追い込むきっかけを作った張本人が、まさかこうして現れるとは。どうか、うちの会社に戻ってきていただけませんか？矢沢さんの声は震えていた。以前の傲慢な態度は、影も形もない。お願いします。このままでは会社が潰れてしまいます。突然の懇願に言葉が詰まる。俺の横には腕を組んで冷ややかな表情を浮かべる上村さんの姿があった。とりあえず事情を尋ねるとポツリポツリと話し出した。安倍さんがいなくなってからシステムのトラブルが相次いで、それでお客様からのクレームが増え、取引先も次々と契約を打ち切って、父も相当追い詰められています。先日見せてもらった業績推移のグラフが頭をよぎる。父が安倍さんをクビにしたことは、役員会でも大問題になっているんです。でも父は、私のせいで。矢沢さんの目から涙がこぼれ落ちる。その姿に少し動揺を覚えながらも、俺は冷静に状況を見つめようとした。すると、上村さんが冷たく言い放つ。随分と都合がいい話じゃない？え？会社が傾きそうになって、今さら戻ってきてほしいだなんて、安倍さんを追い出した時のことはもうお忘れになったの？上村さんの言葉には怒りが滲んでいた。いいえ、決して忘れていません。私が全部悪かったんです。矢沢さんが必死に否定する。本当に、昔の彼女はどこにもいない。演技にも見えない。彼女は反省したのか？へえ、随分と態度が変わりましたね。当時の私は、自分が何をしているのか分かっていませんでした。矢沢さんは握りしめた手を見つめながら、少しずつ言葉を紡いでいく。部長の娘という立場に甘えて、自分の非を認めようとしませんでした。不真面目な態度のせいで商談に失敗したからって、憂さ晴らしのために安倍さんの手柄を横取りしたの。嘘の報告をしたり、全部私のわがままでした。そう、全部あなたのせいよ。上村さんの声が一層冷たくなる。あなたのわがままで、優秀な社員を失って、今になって謝罪？会社が傾いたから？そうです。私は最低の人間です。今ならわかります。安倍さんがどれだけ大切な存在だったのか、会社のために、みんなのためにどれだけ尽くしてくれていたのか。だから戻ってきてほしい？随分と身勝手な考えね。はい、身勝手です。だから。矢沢さんが顔を上げる。涙で潤んだ瞳には、必死の覚悟が宿っていた。私にできることなら何でもします。私が起こした出来事は、私が何とかしないと。給料も待遇も、すべて安倍さんの希望通りにします。それに私は部署を移動します。二度と安倍さんの邪魔はしません。それで済むと？いいえ、済むはずがないのは分かっています。他にもどんな罰でも受けます。だからお願いします。会社のみんなを、父を助けていただけないでしょうか？矢沢さんが再び深々と頭を下げる。静寂が応接室を支配する。窓の外では、夕暮れが近づいていた。オフィス街の喧騒が、まるで遠い世界の出来事のように感じられる。安倍さん。上村さんが俺を見つめる。どうします？その問いに、俺は深く息を吐いた。確かに、前の会社での最後は理不尽なものだった。でも、矢沢さん。はい。一つ聞かせてください。俺は真剣な眼差しで、くるみを見つめた。なぜあの時あんな行動を？矢沢さんは一瞬言葉に詰まり、それから小さな声で答えた。あの時は、私本当に何も考えられなくて。矢沢さんの声が震えている。俺は黙って彼女の言葉を待った。私、失恋したんです。矢沢さんはうつむいたまま、ぽつりとつぶやいた。
付き合っていた人がいて、婚約まで決まっていたんです。上村さんが黙ってハンカチを差し出す。矢沢さんは受け取りながら震える声で続けた。大学で IT を専攻して、セキュリティの資格まで取ったのに、入社したら部長の娘だから営業でしょって、IT とは全く関係のない部署に配属されて。矢沢さんは一度深く息を吸って続けた。営業の数字は取れてたけど、私の本当にやりたいことは違くて、でも彼は違ったんです。私が書いたセキュリティの提案書を見て、これ本当によく考えられてるね。なんで営業なんかやってるの？もったいないよって。その思い出に矢沢さんの目が潤んでいく。女性としても、君の笑顔本当に素敵だねって、派手な服や高級ブランドじゃなくても、私の趣味で選んだ服を、君らしくて可愛いよって言ってくれて、休日は一緒に IT 系の展示会に行ったり、私の好きな技術の話を熱心に聞いてくれたり、そんな風に見てくれる人は初めてで、だから、プロポーズされた時は、この人なら一生大丈夫って、本気で信じてたのに。声が途切れ、また涙が溢れる。でも急に別れを切り出されて、何も手につかなくなってしまって、そんな私を見かねて父が、IT ならお前の強みを活かせるんじゃないかって。ちょっと待って。あなた失恋したからって、安倍さんにあんなひどいことをしたの？上村さんの声には、呆れと非難が混ざっている。私、本当に彼のことを信じてたんです。今まで私に近寄ってきた人はみんな、私に媚びを売るだけ。部長の娘さんだからって取り繕うだけ。でも彼は、私の夢を否定せずに聞いてくれて、応援してくれて、初めて私のことを、矢沢くるみという一人の人間として見てくれた人だと思ったのに。安倍さんには本当にひどいことをしたと思っています。でも、あの時の私は、何も考えられなくなってたんです。矢沢さんは握りしめた手を見つめながら言葉を紡ぐ。IT 部門に移動して、安倍さんが真摯に仕事に向き合う姿を見るたび、胸が苦しくなって。私も本当は、そんな風に IT の仕事がしたかった。でも、自分の非力さを認めたくなくて。一筋の涙が頬を伝う。それなのに安倍さんは、私のようなダメな後輩にも一生懸命教えてくれて、でも私はその優しさにも応えられなくて、むしろその優しさが自分の惨めさを際立たせるみたいで。矢沢さんは深く息を吐いた。商談の時も安倍さんが助け舟を出してくれたのに、私は卑劣にもその親切心につけ込んで父を騙して、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。震える声で、それでも言葉を絞り出すように続ける。今ならわかります。私は逃げていたんです。自分の未熟さから、失恋の痛みから、全部から。そして一番醜かったのは、安倍さんの実力を妬んでいた自分がいたことです。本当に、私は最低の人間です。矢沢さんのすすり泣く声が静かに響く。すると、会議室に社員の一人が入ってきた。失礼します。上村さん、お取り込み中のところすみません。急な来訪がありまして。アポイントはないわよね。誰かしら？それが、青木商事の青木慎吾様でして。何ですって？数日前の業界パーティーを思い出す。散々俺を馬鹿にしてくれた相手だ。上村さんも、彼のことは苦手らしいが、大人の対応として頭ごなしに追い返せない。わかりました。応接室へ。その必要はありませんよ。社員の後ろから青木さんが現れた。上村さんは渋い顔をする。青木さん、許可なく社内に入られては困ります。受付でお待ちいただくように言われませんでしたか？それに弊社では予約なしの商談はお断りしています。いや、こちらも申し訳なく思ったんですよ。アポなしであることは重々承知してるので、できるだけ、のぞみさんの手を煩わせないようにこちらから伺った次第で。あれ？その時、矢沢さんと青木さんの目があった。あれ？くるみじゃないか。青木さんの声が一段と軽薄になる。矢沢さんの体が小さく震えた。何？どうしてこんなところにいるの？慎吾さん。
矢沢さんの声が震える。俺は一瞬で察した。青木さんこそが彼女を裏切った元婚約者なのか。商談なわけないよな。君みたいな使えない人がこの会社と仕事できるはずないもんね。ケラケラと青木さんは意地悪く笑う。矢沢さんは俺に最悪をもたらしたが、それを忘れるほど彼の言い方に腹が立った。それにしても懐かしいね。君本当に単純だったよ。何聞いても素直に答えてくれて、おかげでいい情報がたくさん手に入った。どういう意味ですか？俺は思わず声を上げていた。言った通りですよ。青木さんは平然と答える。こいつ部長の娘のくせに全然警戒心がなくてさ、俺に相談っていう体でいろいろ話してくるんだよね。優しく聞いてやってればどんどん喋っちゃうの。ねえ、これってどうなってるのって聞けば、ああそれはねって、会社の重要な情報なのにこれ話していいのかなって考えもしないでペラペラ教えてくれちゃって、本当に利用しがいのある女だったよ。青木は意地の悪い笑みを浮かべながら、軽蔑するような目で矢沢さんを見下ろした。社長令嬢の上村さんとは大違いだね。まあ、情報提供係としては優秀だったけどな。上村さんが立ち上がった。その目には怒りが宿っている。青木さん、今日は何のご用件でしょうか？ああ、そうそう。青木さんは軽く手を振り、勝手に席に着く。のぞみさん、うちと取引しませんか？最高の条件を提示できますよ。結構です。上村さんの返答は即座だった。青木昌司さんとは取引しません。へえ。青木は意地の悪い笑みを浮かべる。そう言い切れるのは今のうちですよ。最近は半導体の価格が高騰して、御社のセキュリティシステムの開発コストも跳ね上がってるんでしょ。上村さんの表情がわずかにこわばる。私の調べでは。青木さんは声を落として続ける。新規開発の AI セキュリティシステム、予算が足りなくて暗礁に乗り上げてるみたいじゃないですか。このままじゃ大手との契約も危ういかも。でも大丈夫、うちの半導体なら特別価格で対応できます。最新のセキュリティチップも他社の半額以下。これだけの好条件、他じゃ絶対に無理ですからね。大手自動車メーカーとの取引も危うくなりますよ。青木は席を立ち、上村さんに近づく。その動きには獲物を狙う蛇のような気配があった。しかも彼はさらに声を落とした。今夜お食事でもご一緒させていただければ、もっとお得な条件も。パン。上村さんの平手が青木の方を打った。会議室に鋭い音が鳴る。出て行ってください。氷のように冷たく彼女の声が響く。おっと、そう怒らなくても。青木は頬を押さえながら意地悪く笑う。まあ考えておいてくださいよ。時間はあまりありませんからね。青木は肩をすくめドアに向かう。しかし出る直前に振り返った。くるみ。矢沢さんが小さく体を縮める。かわいそうに、まだ一流企業で頑張ってるの？別れを切り出した時の顔を思い出すよ。なんで？私何かしたかな？なんて。そんな価値もない女だって気づかなかったの？結局お前なんて、情報を聞き出すための踏み台以下の価値もなかったってことさ。青木は残虐な笑みを浮かべながら、最後の一撃を放つように言い放った。出て行ってと言ったのですが、聞こえませんでしたか？警備員を呼びますよ。上村さんが低い声で言う。はいはい。青木は両手を上げ、意味ありげに笑う。のぞみさん、うちと手を組めば、御社にもかなりのメリットがありますよ。考えておいてください。ドアが閉まる。青木さんの残した毒気が、重苦しく会議室内に漂っていた。最低だな。思わずつぶやいた言葉に、誰も反論しなかった。窓の外では夕日が沈みかけ、室内を赤く染めている。その光の中で、矢沢さんは肩を震わせ、上村さんは拳を強く握りしめていた。青木慎吾。その男が残していった悪意は、まだこの場に漂い続けている。あんな人と私。矢沢さんの声が震えていた。両手で顔を覆い、
肩を小刻みに震わせている。あんな卑劣な人だったなんて、私なんて愚かだったの。矢沢さん、俺は静かに声をかけた。あなたは騙されたんです。いいえ。上村さんが遮った。厳しいようだけど、あなたはあなたの純粋さを利用した青木さんと、騙された腹いせに他人に迷惑をかけた自分、両方を恨めばいいわ。会議室に重い沈黙が流れる。夕日が差し込む窓際で矢沢さんの涙が光っていた。ただこれは終わりにする機会でもあるのよ。え？青木の件もこれまでの全てをきれいに清算する。そのためにも。上村さんは俺を見た。安倍さん、事情が変わりました。矢沢さんを助けてもいいかもしれません。はい、俺もそう思いました。俺は深く息を吐き、真摯な眼差しで矢沢さんを見つめた。会社には戻りませんが、会社の窮地を救うことには協力します。しかし、条件を出させてください。条件ですか？はい、もしそれをクリアしていただけるなら。上村さんがうなずく。うちとの再契約も考えられるわ。矢沢さんの目が大きく開かれた。本当ですか？ただし、俺は真剣な表情を崩さない。三つの条件があります。矢沢さんは姿勢を正した。その目には、かすかな希望の光が宿っていた。一つ目、青木さんとの間で起きたすべてを、包み隠さず話してください。はい。二つ目、現在の IT 部門の問題点、これまでの経緯、すべてを明らかにしてください。矢沢さんはすぐにうなずいた。それもお話しします。そして、俺は一呼吸置いた。最後の条件です。会議室の空気がより重くなる。矢沢さんは拳を握りしめた。もう逃げないでください。え？青木さんとの件も、IT 部門での失敗も、すべて現実から目を背けていたから起きたことです。俺は諭すように続けた。だからこそ、これからは自分自身と向き合ってください。矢沢さんの目に新たな涙が浮かぶ。しかし、それは後悔の涙ではなく、何か別のものに思えた。わかりました。力強い声が会議室に響く。すべての条件を飲ませていただきます。もう逃げません。やらしい。上村さんが微笑んだ。じゃあ、具体的な進め方について話し合いましょうか。俺は黙ってうなずいた。三人の影が夕日に照らされて、会議室の壁に長く伸びている。それはこれから始まる新たな挑戦の序章を表しているようだった。数週間後のある夕方、ネットシステム株式会社の会議室。のぞみさん！突然ドアが乱暴に開け放たれた。青木さんが土器を帯びた表情で入ってくる。その手には新聞の切り抜きが握りしめられていた。これはどういうことですか？青木はビジネス新聞を机に叩きつけた。そこには、笠原工業とネットシステム株式会社が業務提携という見出しが踊っている。失礼ですが。上村さんは冷静に切り返した。どうやって入ってこられたんですか？アポイントは取られましたか？そんなことはどうでもいい。青木さんの声が会議室に響き渡る。なぜ笠原工業なんですか？うちの方が、青木商事の方が、絶対に有利な条件を出せたはずです。俺は静かに立ち上がった。青木さん、まずは座ってお話ししましょう。お前は。青木さんははがみしながらも、しぶしぶ椅子に腰を下ろした。それを確認し、上村さんがゆっくりと口を開く。簡単な話です。笠原工業さんの提案内容が、最も魅力的だった。それだけのことです。冗談じゃない！青木さんが机を叩いて立ち上がる。うちは最低価格を提示したはずだ。それを下回る条件なんて出せるわけがない。本当にそうでしょうか。俺は机の上のファイルを開いた。青木商事さんの取引先について少し調べさせていただきました。何？まず台湾のサプライヤー。過去3年で4回のリコール。品質管理体制も極めて不十分です。青木さんの表情がこわばる。中国の製造委託先にも問題がありますね。重大な違反を繰り返し、現地当局から警告を受けている。そんなの！インドネシアの工場では、
昨年だけで3件の重大な労働災害。アメリカの FDA からも査察で重大な指摘を受けています。青木さんの顔が蒼白になっていく中、俺は冷静に続ける。さらに、青木さん個人の行為もかなり問題です。どういう意味だ？過去2年間で7社の取引先企業から社員への不当な取扱い報告、3件の不正な情報収集、そして、俺は青木をまっすぐ見つめた。矢沢さん以外にも、婚約を装って会社の機密情報を盗み出す、立派な企業犯罪ですよ。青木さんの拳が震えている。お前何を？取引先の女性社員に不適切な誘いをする。断られると契約更新を匂わせて脅す。コストダウンと引き換えに接待を強要する。やめろ！海外出張に女性社員を同行させては、深夜まで営業の名目で。黙れ！青木さんの怒鳴り声が会議室中に響き渡った。しかし、その声にはすでに以前のような傲慢さは感じられない。それは追い詰められた者の悲鳴に近かった。上村さんが静かに立ち上がる。青木さん、これがうちが御社との取引を断った理由です。くっ。コストは確かに安い。でも、その裏にはこれだけの問題が潜んでいる。俺も続ける。品質管理の問題、コンプライアンス違反、そして何より人としての倫理に反する行為。これらが表に出たとき、どれだけの損失が出るか。上村さんも追い打ちをかける。御社の安い取引価格は、そのリスクを考えれば、決して安くはないのです。会議室に、重苦しい沈黙が流れた。青木さんの顔は、今や完全に血の気を失っていた。しかし、追い詰められた獣のように、必死に抵抗を見せる。さっきから何なんだ？証拠も何もないくせに。今の言葉全部、名誉毀損として訴えてやる。声は強く出たものの、彼の声は震えていた。自分の所業が、一つ一つ明るみに出されていく恐怖は計り知れない。しかし、これは彼が犯した罪なのだ。証拠なら、ここにあります。矢沢さんが取り出した一冊の手帳。手帳？毎日、あなたと会った時のことを克明に記録していました。なんだって？矢沢さんは手帳を開く。震える指がページをめくっていく。2月15日、シンゴさんとディナー、ホワイトデーの予定と、会社の財務状況について聞かれる。矢沢さんの記録が静かに紡がれる。彼女は日記をつける習慣があったらしい。つまり、少なくとも彼女とのやりとりは残っていることになる。2月15日、シンゴくんと夜、カフェで会って、君の仕事の悩み全部聞かせてって言われて、私の抱えている顧客の相談を。矢沢さんはゆっくりと手帳をめくる。3月2日、食事をしながら IT 部門との連携ってうまくいってるって優しく聞かれて、気になっていた社内システムの構成図を見せたら、待て、3月10日、シンゴくんがもっと詳しく教えて、君の意見を大切にしたいんだって信じてたから、プロジェクトの資料も全部。やめろ！青木の声が焦りを帯びる。自分が優しい言葉で情報を引き出していた証拠が一つ一つ明らかになっていく。だが矢沢さんは止めない。そしてこれも。彼女はスマートフォンを取り出した。録音です。スマートフォンから青木さんの声が流れ始めた。くるみ、君を信頼してるんだ。だから教えてほしい。新システムの詳細を。でも、それは機密情報で。大丈夫だよ。もうすぐ結婚するんだし、君を裏切るわけないだろ。青木さんは、決定的な証拠を前にうなだれていた。呆然とし、もはや言い逃れられないと悟ったのだろう。私、本当にあなたのことが好きでした。矢沢さんの声が震えていた。会議室に、重い沈黙が降りる。部長の娘って言うだけで、みんな私のことを、コネ入社の役立たずって陰で呼んでて、あの子が成績いいのは、全部お父さんのおかげでしょとか、どうせ IT なんて分かってないのに、部長の娘だからって偉そうとか、そんな言葉が毎日のように耳に入ってきて。矢沢さんの声が震える。営業の成績を上げても、部長の娘だから、お客さんが気を使ってるだけって、企画を出しても、あの子に実力なんてないでしょ。
部長の顔を立てて形だけ採用してあげてるのって、矢沢さんの目に涙が浮かぶ。でもあなただけは違った。少なくともそう思ってました。くるみ、理解してくれた。認めてくれた。私の話をちゃんと聞いてくれた。彼女は涙を拭う。それが、全部演技で、そして、今でも他の女の子に対して似たようなことをしているんですよね。青木さんの姿は、もはや以前の傲慢な男のものではなかった。お前らに何がわかる？やがて青木さんは、うなるように言った。金もコネもチャンスも持っているお前らに、俺の気持ちはわからないだろうな。会社が傾きかけて、取引先が次々と契約を打ち切って、株価は暴落。このままじゃ、倒産は避けられない。そんな中で次期社長だと謳われ、責任を押し付けられている俺の気持ちが。だからって、上村さんが厳しい口調で言う。人の心をもてあそんでいい理由にはならない。すると、青木さんは鼻で笑う。のぞみさんは見たことがないでしょうね。従業員たちの不安な表情、そして、かつては誇り高かった社長であり父の、疲れ果てた背中なんて。そこから、逃げるためなら、どんな手段を使ったって構わないと。逃げるんじゃない。会社を守るため、従業員を守るため、父の夢を守るためだ。それで今、本当に会社は救われているんですか？俺が尋ねると、青木さんはハッとした表情になった。あなたが守りたかったものを守るためには、手段を選ばなきゃいけないんじゃないですか？人を騙して、自分の本当の目的を見失っているんじゃないでしょうか？お前に、家柄も会社も背負ってないお前に何が？彼の声が詰まる。俺は彼の隣に座った。わかりません。あなたがどれほど大きなプレッシャーを抱えているか。だから、話してください。誰かに相談してください。一人で悩まず、助けを求めてください。助け？社長の息子だから、次期社長だからって、自分だけで会社を守る必要はありません。何のために社員がいるんですか？みんなで支え合うためじゃないんですか？そんな甘え、許されるはずが。俺は静かに息を吐いた。青木さん、本当に真面目なんですね。それは素晴らしい長所です。でも、その真面目さで、自分を追い詰めてしまっているように見えます。会社を守るって、結局は、人と人とのつながりを守ることじゃないでしょうか。青木さんが黙って俺を見つめる。社長の息子だからって、すべてを一人で背負う必要はない。社員なくして社長はありません。社長なくして社員はありません。互いに支え合うからこそ、組織は強くなれる。少なくとも俺は、これまでの人生でそう感じてきました。俺は真摯な眼差しで、青木さんを見た。今まで、誰かに本当の悩みを打ち明けたことはありますか？社員の皆さんは、きっとあなたの本音を待っているはずです。青木はうつむいたまま、長い間黙っていた。その肩が小刻みに震えている。本当は、俺だって。声が詰まる。今まで強がっていた表情が崩れ始める。プレッシャーに押しつぶされそうで、でも誰にも相談できなくて。青木は両手で顔を覆った。その指の隙間から涙がこぼれ落ちる。だからって、こんな卑怯な真似をして。ゆっくりと顔を上げた青木の目には、後悔の色が深く刻まれていた。まるで仮面が剥がれ落ちたように、その表情には今までの傲慢さはみじんも残っていない。そのまま、矢沢さんの前に進むと、90度に腰を折り、頭を下げる。くるみ、すまなかった。シンゴさん。俺は君の純粋さにつけ込んで、信頼を裏切った。すべて会社を救うための選択のはずだった。でも、心の奥底でずっとわかっていた。これは間違いだと。青木の声が震えた。本当は、最初は軽い気持ちだったんだ。部長の娘から情報を引き出せたら面白いって。そんな下劣な気持ちで近づいた。青木は苦しそうに言葉を絞り出す。でも、君は全然違った。部長の娘なのに、見栄も張らないで、素直に悩みを話してくれて、君の夢や頑張ってることを話す時の目の輝きに、だんだん引き込まれていって、一瞬言葉を詰まらせる。今更こんなこと言っても信じてもらえないだろうけど、
本当に君のことを。でも怖くなった。自分のしたことが取り返しのつかないことだって気づいて。その言葉に初めて偽りのない感情が込められていた。最低だ俺は本当に。最低だ。結局、自分は何も救えていなかった。むしろ、かけがえのないものを壊していただけだったんだな。もう戻れない。いや、俺は静かに言った。まだやり直すチャンスはある。え？すべての不正を明らかにして、真摯に反省する。それがあなたの再出発の第一歩になる。青木さんは俺を見つめ、それから矢沢さんを見た。くるみ。はい。これからちゃんとやり直します。それが君への罪滅ぼしになるかはわからないが。矢沢さんは小さくうなずいた。その目には、もう憎しみは残っていなかった。安倍さん。青木さんが俺のファイルへと手を伸ばす。すべての証拠書類、提出させていただきます。すると、上村さんは優しく微笑んだ。その決断を尊重します。青木さんは深々と頭を下げ、静かに会議室を後にした。残された三人は、しばらくの間沈黙を共有していた。終わったんですね。矢沢さんがつぶやく。いいえ、上村さんが答えた。これから始まるのよ。俺は黙ってうなずいた。窓の外では、夕日が新しい明日への希望を静かに、しかし確かに照らしていた。それから半年が経過した。俺がネットシステム株式会社に移ってから、笠原工業との取引も順調に進み、両者ともに業績は右肩上がりを続けていた。特にうちの会社は、これまでの取引先を見直し、新規開拓も進めたことで、過去最高益を更新する勢いだった。安倍さん、ちょっといいですか？事務所で資料をまとめていると、矢沢さんから電話がかかってきた。以前のような強気な態度は影を潜め、今では誠実に仕事に取り組む姿勢が、社内でも評価されているらしい。今では良きビジネスパートナーだ。うん。どうしたの？実は、慎吾さんから手紙が届いたんです。矢沢さんは少し寂しそうな声で、手紙の内容を教えてくれた。青木さんの会社は、不正取引が発覚したことで倒産。青木さん本人も逮捕され、現在は執行猶予付きの判決を受けて、更生施設で生活している。読んでみたけど、本当に反省してるみたいなの。もしちゃんと罪を償って戻ってきたら、今度こそ普通のお付き合いができたらいいなって今は思っています。そうだね。彼のことは確かに好きだった。でもそれは私の理想を投影していただけで、本当の青木さんを見ていなかったんだと思います。これからはちゃんと相手のことを見つめていきたいんです。そうでないと、また同じ過ちを繰り返してしまうから。その言葉に、俺は深くうなずいた。人は誰でも過ちを犯す。でも、そこから学び、成長することができる。矢沢さんは確実に強くなっていた。それから、これは別件なんですが、父が安倍さんにお会いしたいと。矢沢部長が？わかった。夕方、約束の時間に指定された個室居酒屋に向かうと、矢沢部長はすでに待っていた。テーブルの上には、まだ手をつけていない生ビールが一杯。部長の表情は、俺が見たことがないほど沈んでいた。座ってくれ。席に着くと、部長は深々と頭を下げた。本当に申し訳なかった。部長。部長はまっすぐに俺を見つめた。その目には、これまで見たことのない激しい後悔の色が浮かんでいた。娘から、青木の件について聞いたんだ。娘を助けてくれてありがとう。なのに私は、君の言い分も聞かずに、一方的な判断を下した。その責任は重い。ビールに手をつけることもなく、部長は続けた。くるみの母親は10年前に他界した。一人娘を何とか守らなければと必死だった。だが、それは言い訳に過ぎない。部長の声が震えた。娘を守ろうとするあまり、大切な社員を傷つけ、会社にも多大な損害を与えた。私の一人よがりな判断が、すべての問題の始まりだった。矢沢部長、それは。いや、聞いてくれ。青木の事件が発覚した時、私は役員会で厳重注意処分を受けた。当然の結果だ。だが、それ以上に辛かったのは、
部長は一瞬言葉を詰まらせた。君が去った後、社内の空気が変わっていくのを感じたことだ。セキュリティ部門の士気は著しく低下し、他部署との連携もうまくいかなくなった。そして何より、君を失ったことで、どれだけ大きな人材を失ったのか痛感させられた。実は。部長はポケットから一枚の紙を取り出した。これは私の異動辞令だ。来月から地方の営業所に赴任することになった。え？いや、これは私が望んだことだ。今の私に本社での指揮を取る資格はない。むしろ一から出直すべきだと思っている。特に君の今回の活躍や我が社との契約を進めてくれている懐の深さを知ったからには、こちらものんびりとしているわけにはいかない。君には本当に申し訳ないことをした。ただ謝罪するだけでは私の過ちは償えない。だが再び部長は頭を下げた。今度はテーブルに額がつくほどの深い謝罪だった。君のような優秀な人材を失った私の責任は重い。くるみのことも含めて全てが私の至らなさから起きた問題だった。本当に本当に申し訳なかった。部長の声が震えていた。その背中も小刻みに震えている。矢沢部長、顔を上げてください。俺は静かに告げた。確かにあの時は辛かった。でも部長は娘さんを思う気持ちから判断を誤っただけです。それにあの出来事があったからこそ上村さんとも出会えたし、新しい可能性も見えてきた。だからもう気にしないでください。阿部君。部長の目に涙が浮かんでいた。君は本当に立派な男だ。その夜、部長は何度も謝罪の言葉を口にした。そして矢沢さんのこと、会社のこと、自分の過去のことをありのままに話してくれた。普段の威勢のいい部長からは想像もできない素直な姿だった。これからは私も変わらなければいけない。別れ際、部長はそう言って固く握手を求めてきた。その手には新たな決意が込められていた。後日、矢沢さんから聞いた話では、部長は地方営業所に赴任してからも毎日率先して現場に出て部下たちと真摯に向き合っているという。人は誰でも間違える。でもその過ちに真摯に向き合い償おうとする姿勢こそが本当の強さなのかもしれない。矢沢部長とのやりとりは上村さんにも話した。彼女はいつだって俺の話を親身になって聞いてくれた。俺たちが和解したことを自分のことのように喜んでくれ、先日締結した契約のお祝いも兼ねて二人で飲みに行くことになった。楽しい時間はあっという間で帰るのが惜しい。俺は彼女との距離が近くなってきているのを確かに感じていた。仕事でも生活でも上村さんの存在は大きくなる一方だった。最近の上村さんは少し不思議だ。あ、これ多めに買っちゃった。なんてコンビニのサンドイッチを持ってきては分けてくれたり、安倍さんがいないと心細くて。って別に必要のない商談にまで同行を頼んできたり、そして帰り道。あ、もう。突然上村さんが足を止めた。どうしたんですか？安倍さん、本当に気づいてないの？え？彼女は少し拗ねたような表情を見せる。もう、こんなにわかりやすいアプローチしてるのに。え、それは。俺が戸惑っていると、彼女は少し意地悪な笑みを浮かべた。町の自転車屋の息子さんだから、私なんかとは釣り合わないって思ってる？図星を疲れて言葉に詰まる俺に、彼女はくすっと笑う。私ね、そういうのを全然気にしないタイプなの。むしろ。彼女は真剣な表情になって、俺の目をまっすぐ見つめた。あなたの誠実さとか、優しさとか、私そういうところに惹かれてるの。夜風が二人の間を吹き抜ける。のぞみさん。思わず、彼女の名前を呼んでいた。彼女の目が輝く。やっと。私の名前を呼んでくれた。あ、すみません。失礼でした。違うの。彼女の声が柔らかくなる。嬉しいの、小一さん。その瞬間、彼女が飛びついてきた。月明かりの下、二人の影が一つに重なった。俺はようやく理解できた。人は、生まれや環境で決まるんじゃない。大切なのは、その人がどう生きるか、何を信じるか。
そして誰を愛するか、それこそがその人の本質を作るんだ。身分の違いなんて結局はただの幻想だ。俺たちは互いを認め合い、高め合える。かけがえのないパートナーになれた。これからもよろしく、のぞみさん。え、小一さん。その言葉には特別な響きがあった。まるでお互いの心の距離が一気に縮まったような。星空の下、俺たちは新しい人生の一歩を踏み出した。自転車屋の息子と大企業の令嬢という一見ミスマッチな二人。でも、それこそが俺たちの誇りになった。地位や身分なんて関係ない。大切なのは人を思いやる気持ちと、より良い未来を作ろうとする意志だ。互いの名を呼び合うたび、俺たちは確かめ合える。この関係が決して偶然じゃなかったこと。そして、これからも二人で歩んでいく道がきっと正しいものだということ。